2023年6月初旬に始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦は4ヶ月を経過したね。これまでのところはロシア軍の反撃が頑強であると見られ、ウクライナ軍の進撃速度は当初の想定よりも遅れているとされているぜ。さて今回はウクライナがトクマク奪還を目指すのか否かについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はいくつかの攻撃軸から反転攻勢作戦を展開しているけど、その中で特に反転攻勢作戦の主攻と見られている南部ザポリージャ州の戦線では、オレホボから南にある鉄道交通の要衝トクマク奪還を目指すとされ、この攻撃軸には新型の戦車や歩兵戦闘車などが配備され訓練を重ねてきた。ウクライナ空中機動軍の第82空中強襲旅団と第46空中強襲旅団及び陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団が配置されているよ。この第9軍団は、西側諸国から供与されたドイツ製のマルダー歩兵戦闘車と、アメリカ製のストライカー装甲車を先頭に押し立ててロシア軍が構築した塹壕というの派と呼ばれる。対戦車防御用障害物などによる防衛ライン突破を目指したが、その後方からは射程の長いイギリス製の主力戦車チャレンジャー2やドイツ製のレオパルト2のなどの戦車によって火力支援を行う戦術を取り、30に構築された防衛ラインのうち1番目のラインを突破したことが伝えられているんだ。これに慌てたロシア軍は第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に第 2.5 とされる防衛ラインを構築し、さらにこれまで東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州北部に展開しているロシア正規軍において、最精鋭部隊とも言われている第76新鋭空挺師団をトクマクからウクライナ軍に奪還された、ロボティネに至る戦線に移動させて配置したぜ。このロシア軍の第76新鋭空挺師団は、昨年のバフムート占領後に後方に配置され、再編を急ぎながらも予備戦力の後備えとして最前線の支えとなっていた部隊であったが、ロシア軍司令部は南部戦線のザポリージャ州におけるウクライナ軍の進撃を食い止めるためにこの精鋭部隊を配転したってわけだ。そのためかここ数週間はザポリージャ州の戦線からの情報が乏しくなっており、ウクライナ軍とロシア軍のどちらが優位とも判断がつかない一進一退の激戦が展開されている可能性があるとの見方が出ているな。その中で日本のとある軍事評論家が、ロシア軍の内部情報として次のような内容の作戦行動がメディアに流れたとしていて、その作戦行動とは9月4日、ロシア軍のゲラシモフ参謀総長は、トクマクの防御を犠牲にしてメリトポリとベルジャンスク防衛のためにロシア軍を温存したいと述べたとして、メリトポリでのロシアの防御を強化するため、ロシア軍をメリトポリに撤退させるというものなんだ。その上でこの軍事評論家はこの情報を要約するならば、ロシア軍は戦術的要衝であるトクマクから早々に撤退して、メリトポリとベルジャンスクの守りを固めるということだとした上で、この情報が漏れ伝わったことについては意図的な意味合いが強いとして、フェイク情報を流すことが常套手段であるロシア軍による罠である可能性が高いと指摘しているよ。そして、もしこれが罠であるならば、メリトポリ奪還を目指すウクライナ軍の第9軍団は手薄になったトクマクの奪還に全戦力を注ぐ動きに出ることが予想され、防衛ラインを強化して待ち構えているロシア軍の反撃を受けることによって、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の主力がすり減らされる可能性があると指摘したみたい。ただ、このゲラシモフ参謀総長の発言については真実であることを裏付ける情報が皆無であり、その信憑性については定かではない上に、実際にザポリージャ州に展開しているロシア軍に何らかの動きが見られるとの報道も全くないことから、そもそもゲラシモフ参謀総長が本当にフェイク情報を流したのかということさえも疑われているぜ。またこの軍事専門家は軍事作戦で最も難しいのは撤退作戦であり、敵に背を向けて逃げるということは、精神的な観点から見れば兵士は浮き足立ち、我先に逃げようとして部隊が瓦解する恐れがあると述べていて、敵に向かって攻撃するときは、銃口と攻撃方向が一致するが、撤退するときには、銃口と進む方向が反対であるため、
銃口を敵に向けながら自分の後方に逃げなければならず、このように敵も逃げる方向も同時に見て行動することは非常に難しいとも述べて、ロシア軍がそのような困難の中をあえて撤退することは考えにくいというぜ。しかしながら、そのような状況は敵の存在を目視しながら撤退する場合であり、敵との距離がある中で部隊を撤退させる場合には、航空機による空爆や砲兵などの火力支援の下で移動するため当てはまらないと指摘する声があり、この軍事専門家の見解を疑問視する声が多いらしい。この軍事評論家はさらに、撤退するときに、最後まで敵に接して戦う部隊は、最も精鋭の部隊が担当するもので、撤退を実行する直前まで秘匿しておかなければ混乱が生じて、防御は簡単に瓦解してしまうため、守りの部隊には撤退を絶対に公表しないし漏らすこともないとしているけど、これは思考が軍事理論に則った正常な軍隊における考え方であり、昨年2月24日の侵略開始以来どう見ても正常とは思えない作戦行動を取り続けているロシア軍には当てはまらないと指摘する声も多いんだ。もし本当にロシア軍が撤退するとして、最前線の部隊に撤退を伝えないことは間違いとしても、しんがりに最精鋭部隊を配置して損害を出すことをせず、最前線には練り度の低い動員兵で編成された部隊を配置し、後方に脱走や投降を防げる特戦隊を配置した上で、真っ先に最精鋭部隊を撤退させるだろうとの見方が主流だな。また、今回の反転攻勢の攻撃軸の一つには、ドネツク州の南部を流れるモクリアリー川沿いにウクライナ海軍歩兵4個旅団が投入されていて、アゾフ海の港湾都市マリウポリやそのすぐ近くにあるヘルソン州ペルジャンシクの奪還を狙う攻撃軸を同時に展開させているため、ロシア軍が本当にザポリージャ州に展開させた第76新鋭空挺師団などの精鋭部隊をマリウポリやペルジャンシクの防衛に当たらせたとしても、ウクライナ軍ではやはり精鋭とされる海軍歩兵旅団に任せるのみで第9軍団への作戦指示は変わらないだろう。そして、もしロシア軍の罠にはまっていたとしても、第9軍団がトクマク近郊に迫った場合、反転攻勢作戦の進捗が遅れ間もなくぬかるみが発生して戦車などの移動が困難になるこの時期に、トクマク奪還を目指してさらに攻撃を仕掛けることなくトクマクを包囲したまま春を待つとの見方が大勢で、この軍事評論家が主張するようにウクライナ軍が戦力を消耗するような行動には出ないと見られているよね。また、トクマクにこだわらずアゾフ海に到達してロシア軍のクリミア半島への補給路を遮断すべきとの軍事評論家の主張に対しては、そこまでしなくとも最前線をトクマク近郊にまで進ませることができれば、クリミア半島のロシア軍を十分に追い詰めることができるとする見方が出ているよ。その理由としてウクライナ軍に、高機動ロケット砲システムハイマースや M207 などの、アメリカ製の多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、射程 300km の短距離弾道ミサイルエイタクムスが供与されたことが大きいとされているな。ウクライナ軍にはこれまでにもイギリスとフランスから、射程 250km とされる航空機発射型巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG が供与されていて、最前線の遥か後方からロシア軍の兵站施設や補給路への攻撃が可能となっていたが、そこにエイタクムスが加わり、さらには射程 150km マースから発射可能な GLSDB 地上発射型小口径爆弾が間もなく供与されることになるぜ。これらは GPS 誘導によって目標を正確に破壊することができ、ロシア本土とクリミア半島を結ぶ陸の回廊を攻撃して遮断することができるため、ウクライナ軍が冬の訪れまでにアゾフ海に到達できなかったとしても、クリミア半島を兵糧攻めすることができるとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍の第47機械化旅団がザポリージャ州でレオパルド2が実戦で砲弾を発射し、白昼の荒々しい戦闘の様子を SNS に投稿したよ。ロシア軍の第2防衛線も突破したと言われているウクライナ軍だが、劣勢から大きく戦況を変えたハイマースの性能についても気になるところだな。
さて今回はこの新型戦車レオパルト2について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドイツやオランダなどの北大西洋条約機構NATO加盟国を中心に運用されているドイツ製の新型戦車レオパルト2がウクライナ軍に供与されたよ。レオパルト2には A4、A5、A6 及び A6M などがあり、本国のドイツとデンマークでは最新の 2A7 が配備されており、ウクライナへは 2A4 と 2A6 が供与されているね。レオパルト2の中で1980年代に生産された 2A4 は装備が古く、砲塔の装甲が垂直方向を向いていることが特徴で、1990年代に生産されたレオパルト 2A5 以降は砲塔部に鎖型追加装甲が装備され、その他の改良も加えられてアップグレードしているんだ。レオパルト2の全てがラインメタル射程の 120mm ヌメ鋼砲を主装備しており、A5 までは44口径だが A6 以降は55口径 120mm 滑空砲に換装し砲身長を延長した。約 1.3 メートル長くなり砲弾の初速が向上したことで射程も上がったってわけ。A5 以降の第2世代の改良で戦闘能力は強化されたが追加された装甲により重量が増加したために機動性や航続距離が低下したほか、A6 で約 1.3 メートル長くなった砲身の扱いについて取り回しの悪さが問題になり当初は良い評価ではなかったよな。このレオパルトには砲塔に弾薬を保管する特別なコンパートメントを搭載しており、攻撃を受けると外側に向けて爆発し乗員を守る機能となっており、ロシアの戦車はというと砲塔の下に弾薬を収納しており弾薬が爆発すれば戦車も乗員も被害を受ける可能性もあるぜ。これまでにウクライナにはレオパルト 2A6 を21両が供与されており、陸軍第47機械化旅団を支援し戦車中隊を送っている第33機械化旅団に配備され、その後、陸軍第47機械化旅団は南部ザポリージャ州のロボティネから未だにロシア軍の占領下にある、交通の要衝トクマクを経由してメリトポリに至る約 80km に及び転向性軸で前進を続けている軍団で任務についているんだ。その第47機械化旅団と第33機械化旅団は6月上旬にロボティネ方面の攻勢を開始した際、6月8日ロボティネの北にロシア軍が設置した塹壕やユーノ波と呼ばれる対戦車障害物や地雷原を進みレオパルト 2A6 戦車、M2 歩兵戦闘車など、保有する貴重な車両20数両失うという、大きな損害を出してしまった。これを軍事専門家に叩かれ西側のメディアに大きく報道され、それらの中にはレオパルトには役に立たないとの声も聞かれるほどだったんだ。この失態により第47機械化旅団はレオパルト2や M2 の運用方針を改め、その高性能の暗視装置を活かし夜間に後方から攻撃を加える自走砲的な使用方法を取り、またはロシア軍が施した塹壕に突撃隊が遭遇すれば M2 が機関砲で制圧射撃を行うなど戦果を上げていったな。西側諸国より供与された強力な戦車を失うわけにはいかないという見方があり、レオパルトを撃破した、ウクライナは軍事的な損失を被っているとするロシアの主張により、西側諸国による支援を滞らせないためではないかとも言われているぜ。西側諸国からのレオパルト2やイギリスから供与されたチャレンジャー2や、また現在アメリカから届くとされている M1 エイブラムスはロシア製の戦車より長射程で、隊の後方から最前線を支援するといった戦術はまさに理にかなっているといえ実際、ウクライナ軍は南部ザポリージャ州で地雷原と塹壕で守られたロシア軍の第1防衛線を突破して第2防衛線をも越えたとされ前進を見せているみたい。ウクライナ南部に展開する第47独立機械化旅団は9月29日、西側諸国から供与されたドイツ製の最新鋭戦車レオパルト2が、歩兵戦闘車などの戦闘車両や歩兵部隊とともに実戦で砲弾を発射する様子の動画を SNS に公開したよ。これには第47機械化旅団の部隊がザポリージャ州とされる平原を南下している様子や、レオパルト 2A6 とアメリカ製の M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車とが並んで走行しているのが撮影されていたんだって。映像では遠くに砲弾が着弾して爆発する様子や姿の見えないロシア軍が近くの森林から発射していると見られる機関銃弾が飛び交い、
米国製 M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車が少し後退し、車体後部のスロープを下ろして、乗り込んでいた歩兵が、M16 自動小銃と対戦車ロケットで武装した6名が飛び出し、身を隠すためにロシア軍が掘った塹壕に素早く飛び込んだな。M2 ブラッドレイが少し後退したところにレオパルト2が 122mm 四砲を発射し攻撃しながら前進したのは、ロシア軍による対戦車ミサイルの狙いを外し乗員を守るためだったと思われるぜ。このような機動性が優れた西側製の戦車には高速で後退できるギアが標準で装備されており、機敏な動きができるんだけど、これはロシア製の戦車にはない装備だね。レオパルト2から発射された砲弾の着弾点は映ってはいなかったが、命中を喜ぶウクライナ兵が歓喜の声を上げており、ロシア軍が放ったと思われる弾が撮影者の頭上を飛び交い、昼間に行われた荒々しい戦闘が撮影されていたぜ。この戦闘で、レオパルト2がこれまでの後方から最前線の部隊を支援するといった任務から、最前線での攻撃に変更されたとも考えられるが、この強力な新型戦車が自走砲的なものとは違い戦車であったと改めて認識させられたな。そして前進するにつれ、これまでウクライナ軍の戦車を悩ませていたロシア軍がありえないほど敷き詰めた地雷原が薄くなり、安全に戦車を前線に出撃させられる状況になったってわけ。これまでウクライナ軍が戦争開始当時から悩まされてきたのがロシア軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースであり、これに対して供与された大砲兵レーダーを駆使してその所在を捉え移動する前に素早く攻撃を加えているよね。さらにアメリカから供与された長射程で精密な攻撃が可能な高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのアメリカ製マースから発射される GPS 誘導の長射程ロケット弾や、西側諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能な、やはり長射程のアメリカ製の GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどのアウトレンジ攻撃によって、ロシア軍の後方の弾薬庫や燃料の集積所や物資の供給網などのほか、司令部なども破壊し、ロシア軍の前線での作戦に影響を与え、ロシア軍による火力が大きく減退しているよ。NASA アメリカ航空宇宙局が通常は森林火災の発生場所などを把握するために活用している人工衛星で、今回戦闘で起きた火災を反映させた分析の結果、観測している地上の熱源データによると、2023年7月のウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州、ハルキウ州3つの州においては、熱源の数が7月1日から10日までの12期間で2903件確認されていたのに対して、10日から20日までの12期間では662件、20日から30日までの12期間では657件と、1日から10日の上旬と比べていずれも2割程度にまで減少しており、ロシア・ウクライナ戦争が継続中の7月中旬以降にウクライナ東部でロシア軍による攻撃が極端に減少したことが今回の分析データでわかったぜ。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、7月16日に公開した分析で、ウクライナがアメリカから供与された長射程の高機動ロケット砲システムハイマースで、ロシア軍の後方にある弾薬庫などを破壊した結果、7月10日頃からロシア軍の砲撃が大幅に減り、それが熱源の大きな減少にも反映されたと見られるみたい。これについて専門家などは、ウクライナ軍はロシアの多連装ロケット砲や火砲はほとんど破壊できていないのに、NASA の人工衛星の熱源データにおいて砲撃数が減っているということは、前線にいるロシア軍に弾薬が届かず、砲撃できない状況にあるか、ウクライナ軍の長射程の兵器により、ロシア軍後方の補給拠点が破壊され弾薬自体がなくなったのではないかと見ているぜ。その上で、ロシア軍はこの現状に対応するために弾薬をハイマースの射程とされている、90km より遠い場所や数箇所に分散して配置したために、輸送効率が下がり前線に届ける弾数が減り砲撃できなくなっていると指摘しているな。アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースについて、機動性が高く、陣地に入りすぐに射撃を行い、反撃を受ける前に離脱でき、GPS により正確に攻撃できるとし、劣勢だったウクライナ軍がロシア軍に大きな打撃を与え、
ウクライナ側の被害も抑えることにつながり、ハイマースが戦況を大きく変えたゲームチェンジャーであると述べているみたい。ウクライナ軍が高密度の地雷原を突破し、劣勢に立たされているロシア軍の砲撃も減っており、今後ウクライナ軍の元へ到着する優れた戦車も登場し、ウクライナ軍の進撃はさらに高まる可能性があるかもしれないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ東部ドネツク州の州都ドネツクの北東約 13km に位置するアウディーユカにおいては、10月上旬頃よりロシア軍が攻勢に出ていて、市街地を守るウクライナ軍守備部隊との間で激しい戦闘が続いていることが伝えられているよ。アウディーユカは、ロシア軍によるウクライナ侵略が開始された2022年2月24日以前からドネツク州において、反ウクライナ政府を掲げてドネツク州の独立を目指す、新ロシア派武装勢力との戦闘が継続しており、ウクライナ軍が町の要塞化を進めていたとされていたな。そうだね。さて今回はウクライナ軍のドローン戦術について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍と新ロシア派武装勢力は9年前の2014年に発生したドネツク戦争の時から、アウディーユカを支配下に入れようと攻撃を繰り返してきたと指摘され、ロシア軍がウクライナ領に侵入する2日前の2月20日にも、州都ドネツクを拠点とする新ロシア派武装勢力が、アウディーユカ市内に一足早く突入したのであるが、同市を守るウクライナ軍によって撃退されていたんだ。アウディーユカはドネツク州の州都の喉元に突きつけられた歯のような存在であり、この地を攻略しない限り新ロシア派武装勢力がドネツク州全体を把握することができず、またウクライナ軍によるドネツク市内への砲撃を受け続けることになり、強いてはプーチン大統領が言明している。ドネツク州とルハンシク州からなる東部ドンバス地方の完全支配の達成が困難となることから、6月初旬に始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦の進捗が停滞していると見たロシア軍が、後期到来としてアウディーユカの攻略作戦を発動したのではないかと見られているね。ただし、このロシア正規軍の動きについて、南部ザポリージャ州の戦線に対する陽動作戦の意味合いが強いのではないかとの声もあるぜ。西側の軍事評論家やメディアなどの中には、ロシアがアウディーユカに照準を合わせたのには、他の前線からウクライナ軍の注意をそらす狙いもあった可能性が高いとして、ロシア軍はウクライナ軍の反転攻勢が安全に停止するまでの時間稼ぎをする狙いがあるため、アウディーユカ周辺の至るところで攻撃を仕掛けていると指摘する声が聞かれ、ウクライナ軍兵士たちの意識を釘付けにするために攻勢を仕掛ける場所という意味では、現在の戦況から見て理論的にアウディーユカが最適だろうとの分析が根拠となっているな。しかし、これまでの経緯やロシア軍が投入した戦力から見て、アウディーユカを戦略上の主要目標の一つとして、同市の攻略を本気で目指して攻撃を実施しているとされており、ロシア軍はおそらくザポリージャ州の戦線を守ることよりも、アウディーユカ攻略をプーチン大統領から命じられているのであろうとの見方をする向きが多いらしい。10月10日には、ウクライナのメディアがアウディーユカの市政当局者からの話としてロシア軍の、アウディーユカへの攻撃がさらに強化されており、同市周辺で激しい戦闘が起こっていることを報じていたほか、ロシア側のブロガーからは10月11日時点におけるアウディーユカ方面の戦況については、ロシア軍が市郊外に構築されているウクライナ軍の防衛ラインを突破して、アウディーユカの北にある、クラスノホリフカ南西側の高台を占領したとする投稿があり、この高台はアウディーユカを見下ろせる絶好のポジションであり、ここからの火力支援によってロシア軍が市街地を包囲することが容易になるだろうと指摘した上でさらに、ロシア軍は鉄道線路を越えてクラスノホリフカの西にあるベルディチ郊外にも進出して、橋頭保を確保することに成功した、との報告がブログ上に挙げられていたね。アメリカのシンクタンクである戦争研究所の分析によると、ロシア軍が10月初旬にアウディーユカへの攻撃を強めた際に、大規模な損失をかぶったとされているよ。
ロシア軍は3個大隊約6000人から2個旅団約8000人の兵力をアウディーユカ攻略に投入して包囲戦を展開し、航空機による空爆も実施していて、ウクライナのアンドリー・エルマク大統領補佐官が、アウディーユカがロシア軍の迫撃砲や航空機による空爆夜集中攻撃を受けていることを認めており、ゼレンスキー大統領も14日夜のビデオ演説において、アウディーユカをはじめとして、ウクライナ国内各地の拠点を守っている全ての兵士に感謝すると述べたみたい。また戦争研究所は11日発表した戦況分析の中で、アウディーユカはウクライナにとってはドネツク州における防衛上の重要拠点であり、2014年からかなり要塞化が進められていることで有名であり、2個旅団程度の戦力ではロシア軍が制圧することは難しいだろうと指摘しているぜ。ウクライナのミハイロ・フェデロフ副首相は16日、10月9日から16日までのアウディーユカの戦闘では、ウクライナ軍のドローンによる攻撃で、ロシア軍が攻略作戦に投入した装甲車88両と戦車75両に、榴弾砲や迫撃砲など101門、地対空ミサイルによる防空システム2つを破壊したことを明らかにし、同地のウクライナ軍守備部隊は強力なロシア軍に対して、ここまで頑強に抵抗しながらアウディーユカを死守していることを伝えたよ。戦争研究所ではロシア軍が10月15日にアウディーユカの包囲を狙ったこれまでで最大の攻撃を仕掛けたとして、その後の5日間で兵士の戦死傷者は4500人以上で、戦車60両以上に装甲車100両以上としていて、兵士の損失は投入された兵数が約7000から8000人であるとするなら約4500人の損失によって、55から65% が損失したことになり、たったの5日間でほぼ壊滅状態になっているとして、さらにアウディーユカを攻撃するためには、新たな部隊を投入しなければならない状況であるとしているんだ。そして同研究所の最新の分析においても、ロシア軍はアウディーユカ周辺への進軍初期に大規模な損失をかぶり、当初期としていた進軍ペース通りには進捗していない可能性が高く、どうやらアウディーユカへの攻撃は、この1週間で急速に勢いが低下して膠着状態に陥っているとの見方が広がっているな。ロシア軍の損害については、動画や画像などの公開情報を利用して情報収集分析を行っている。オープンソースインテリジェンスの複数のアカウントが、アウディーユカへ攻撃によってロシア軍の装備にはかなりの損失が発生していることを示唆していたぜ。ウクライナ軍がロシア軍に対してこれほどの損害を与えているのには、一つにはアメリカをはじめとする、長射程の GPS 精密誘導が可能な巡航ミサイルやロケット弾などによる攻撃があるが、その他のアドバンテージとしてドローンを用いての観測から攻撃までの一連のプロセスをほとんど自動的に、ネットワーク上でできることにあるとみられ、これまでにはなかったドローンの運用を、ウクライナ軍が駆使していることが大きいとされ、このことについて戦争の革命が起こったとまで言う軍事専門家もいるほどだね。戦場を自在に飛び回るドローンとその情報を共有するネットワークによって、現場の兵士が敵前を命がけで強行偵察をすることがなくなり、双眼鏡による目視や地図を広げて地点の座標を把握する必要もなく、それらのやり取りを無線で実施する必要もないからな。ドローンが敵を発見すれば、そのデータから地形から目標が存在する座標を特定し、その対象がどのような目標であるかを AI が自動分析して適切な弾薬を選択して攻撃策を提示し、最終的にはその画面を見ている指揮官や兵士が判断を下して、ドローンへの攻撃指令を発出するってわけだ。そして、そのプロセスは一部以内に行われるため、敵がドローンに発見されたことに気づいたとしても、一部以内に移動しなければ破壊されることになるのであるが、そのような対比はまず不可能であることからロシア軍の損害が増大していると見られているぜ。ロシア軍がこれに対抗する術は、現時点ではこれまで通りの犠牲を顧みない人海戦術による攻撃しかないとされ、ウクライナ軍がそれを防ぐには、これまで以上に西側諸国からの、ミサイルや弾薬の供与が必要になるとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
10月に入りロシア軍の侵略を受けて2度目の冬を迎えようとしているウクライナでは、東部ドンバス地方ドネツク州においてロシア軍の攻勢が激しくなっているね。実際、州都ドネツクの北東にあるアウディーユカなどで激戦が続いているからな。うんうん。さて今回は、ウクライナにおけるロシア軍戦車の存在が急増している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ここに来てウクライナ国防省が発表する戦果報告の数字が大きく膨れ上がっていることが話題となっていて、2023年10月23日に発表された報告によると、2022年2月24日にロシア軍のウクライナ侵略が開始されて以降、ここまでのおよそ1年8ヶ月の間に戦車5093両、装甲戦闘車両9653両、自走榴弾砲や牽引式榴弾砲などの火砲7057門、多連装ロケット砲システムマース825機、ドローン5345機、航空機320機、ヘリコプター324機、艦艇20隻、潜水艦1隻、戦死傷者及び捕虜29万4700人としているよ。ウクライナ国防省の発表であるため水増しされていることは間違いないと見られているものの、ここ数日間にロシア軍に与えた損失が大きく膨れ上がっていることは事実とみなされていて、10月20日の発表では19日における戦果として1日で戦車を55両撃破したと伝えており、その他にもこの日に装甲戦闘車両120両と各種火砲29門に、兵士戦死傷者及び捕虜1380人捕虜含むとする戦果が報告され、数字の信憑性はともかくとして大規模な戦闘があったことが伝えられたんだ。イギリスのシンクタンク国際戦略研究所 IISS の発表によると、ロシア軍は侵攻開始前の2022年初頭の時点では正規軍全体で約3000両の戦車を現役配備していたとされ、それ以外にも予備として保管している旧式の戦車を含めると最大で1よろず200両もの戦車を保有していたと伝えられていたが、それらのうちの約半数がわずか2年足らずの間に失われたことになるというよ。また、アウディーユカでは戦車のみならず兵員装甲輸送車も多数が失われていて、新型の兵員装甲輸送車である BTR-82A もまたアウディーユカの戦闘においては19日の1日だけで13両が失われ、ロシア軍がウクライナ侵略を開始してからここまでの1年8ヶ月以上の間において、同種類の車両を1日で損失した例としては最悪のものとなっているね。BTR-82A はウクライナ軍が施設した地雷を踏んで車輪が損傷したり、横転したりして格座した後に精密な砲撃によって破壊されたとされ、破壊された13両が戦闘態勢にあったとするならば乗員及び歩兵がそれぞれ10人乗り込んでいた可能性があり、これら130人前後の兵士が無事に帰還できたかは不明だな。これらウクライナ側から発信されている情報では、ロシア軍が自軍兵士の命を軽視して無謀とも言える攻撃を実施していることを指摘していて、ポドリャク大統領府顧問は21日にロシア軍はアウディーユカ周辺において、過去1週間に推計で5000から6000人の兵士が戦死したとして、ロシアの目的はウクライナや西側諸国に心理的な圧迫効果をもたらし、自分は人的損害を気にせずに戦えると示すことだと指摘したぜ。米国防省は22日、ロシアによるウクライナ侵略が開始されて以降のロシア軍の死傷者数が、民間軍事会社ワグネルなどを除いた正規軍だけで24万から29万人に達したとの推計を明らかにしたよ。そしてこのうちの15万から19万人が死亡したか、もしくは戦闘に復帰できない重傷を負っているとして、それらの人数がここ最近のアウディーユカの戦闘によって急速に増えていることを指摘しているね。アメリカのシンクタンク戦争研究所もまた22日に、ロシア軍が19日から20日にかけてアウディーユカにおいて大攻勢に出たものの失敗したが、それにもかかわらず最前線の部隊に援軍を送り続けていることを指摘した上で、アウディーユカ近郊で大規模な攻勢を展開し、大きな損害を出してわずかなウクライナ領土を占領したとする分析を発表しているみたい。また同研究所はロシアの軍事ブロガーの話を伝えていて、それによるとウクライナ軍はアウディーユカ周辺に地雷を敷設した上で、
厳重に要塞化を進めたと指摘し、この状況がウクライナ軍によって6月初旬に開始された反転攻勢作戦において、南部ザポリージャ州の要衝トクマクを目指す攻撃軸においてロシロ軍の地雷原によって足止めされていた状況と似ているとしており、このことについてロシア軍はザポリージャ州で自らが地雷を多用した防衛線を構築してウクライナ軍を苦しめておきながら、同様に地雷を用いたウクライナ軍の防衛線に苦しめられていると指摘して嘲笑する声が上がっているぜ。ロシア軍はアウディーユカ攻略に際し、2個機械化旅団機構旅団で人員は約8000人を投入したとも言われ、航空機による空爆支援を受けながら攻勢に出ていたと見られているが、ここまで紹介したように1週間ほどで兵員や兵器に多大な損害を出して戦況は膠着状態に陥っており、軍事専門家などの間ではロシア軍の継戦能力が大幅に低下していることが指摘されているな。ロシア軍ではこれまでも、兵員の損失を顧みない攻撃をある意味ドクトリンとしてきたのであるが、特にこのアウディーユカではそれが顕著に現れていて、それは昨年最大の激戦地とされたバフムートの日ではなく、もはや狂気としか表現のしようがないってわけだ。なぜロシア軍がこのような状況になってしまったかについては様々憶測が出ているんだけど、この10月に実施されたのは、プーチン大統領の誕生日が10月7日であるために、10月上旬か遅くとも10月末までに何らかの戦果を出すようにと、セルゲイ・ショイグ国防相あたりからの命令があったのではないか?との見方もあるみたい。プーチン大統領は、ウクライナにおいて東部ドンバス地方の親ロシア派武装勢力が建国を宣言した、ルハンシク人民共和国のルハンシク州と、ドネツク人民共和国のドネツク州の州境までを制圧することを最低限の目標として掲げていると伝わっているよ。そのために来年2024年3月に予定されているロシア大統領選挙に向けて、ルハンシク州とドネツク州の境界までロシア軍が占領したとする戦果を上げることが必須であり、そのことをショイグ国防相に言明したとしても不思議はないよね。プーチン氏は、10月5日にロシア南部のソチで開催されたバルダイ会議において、ウクライナとの戦闘に関して、ウクライナ軍の反転攻勢が始まった6月4日以来、ウクライナ軍は9万人以上の兵士や、557両の戦車、1900台近くの装甲車を失うなど大きな損害を出しており、反転攻勢は失敗していると主張したんだ。このプーチン大統領のウクライナ軍の損害についての発言が事実ではないことは明白であり、ウクライナ軍の反転攻勢のスピードは当初期待されたものではないものの、ロシア軍はザポリージャ州などでウクライナ軍の進軍を止めることはできておらず、ここまでは着実に成果を上げていると見られているぜ。ロシア軍は、東部戦線のアウディーユカという局地的な戦いにおいても、その攻略という目標を達成できていないばかりか、侵攻開始後においてこれまでにないほど短期間に多くの損失を出しているよな。つまりプーチン大統領が、掲げた目標を達成することができないとの都合の悪さをフェイク情報にすり替え、戦果を上げたように見せかけようとして象徴的な勝利としてアウディーユカ攻略を目指しているとする見方があり、それを広く喧伝することによってウクライナでの戦いにおいては、局地的な戦闘場面でも主導権を握っているとロシア国民に見せかけようとしているとの指摘が出ているみたい。それが真実であるとするならば、ロシア軍は来年3月まで現在のような兵員と装備を大量に損失する人海戦術を継続するものと思われ、ロシア軍に大損害を強いている要因である GPS 誘導の長射程ミサイルやロケット弾によってさらに兵員と装備を損失していくと見られているよ。アメリカでは移動する目標を攻撃可能な GPS 誘導ロケット弾の開発が進められていることから、この侵略戦争が長引くほど、さらにロシア軍の戦車が失われていくであろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月22日にウクライナ国防省が XQ Twitter に、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を通る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、
突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらず望みになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナ軍のドローン活用について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されている、スイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているんだって。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるよ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能なんだ。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、ただしにドローンに搭乗しているかのような、映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるぜ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることで、すぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に、突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンに、カメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているね。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどは、ミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されているんだ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるな。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第二世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているね。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなんだけど、自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた、第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手砲と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、
射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるよ。それらの危険を避けるために、装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T-72 で採用されたみたい。T-72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていて、それを見ると、自動装填用のアームによって、砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T-72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いってわけだ。結局、T-72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したよね。この T-72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において、多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱との別称で T-72 を揶揄していたことが伝えられているみたい。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T-72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にアルバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルト2はすべてその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や100式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらはすべて自動装填装置を採用しているぜ。西側戦車が T-72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある。T-72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているのであるが、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際には、バスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いらしい。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T-72 の砲塔上部の装甲が薄いため直上から、ジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて車体下部の、弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱とかすんだよね。これらのことから、T-72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。